はい、オンにしましたよ。はい、聞いてください。なんか今日は日柄もよく、シンガポールも美味しくて、ほら、いや、あるんだけど、なんかいろんなこと考えてしまうわけよ、生え際とかだと。もう一回わからなすぎる。今私光が下から当たってるみたいになってて、お化けっぽい写りになってるんだよね。日が急に来て、いや、なんかちょっと違うよ、さっきと。ちょっと見てちょっと、だから、あのおじいちゃんおばあちゃんのインタビューがすごいのはそこで、うん、いいこと言おうとか思ってないからさ、ちゃんとこう力が抜かれてんだよね。